森岡車両センターは岩手県森岡市にある東日本旅客鉄道の車両基地である。同社森岡市社の管轄。IGR 岩手銀河鉄道の海湯管理所が併設されている。また森岡駅の南西に SL 銀河用の SL 研修庫があり、こちらも当センターの管轄下である。この他下部組織として青森県青森市に盛岡車両センター、 青森発出所が所在する。森岡車両センター、青森発出所は、青森県青森市にある、車両基地。2016年3月26日に、青森車両センターと統合により発足した。青森運転所青森車両センター時代には485、系や5 8 3系 e 7 5 1系2 4系などの、 特急用車両が配置され、特急、津軽、白鳥、初刈谷、寝台特急、明けぼの、日本海、白鶴、急行、津軽などの受け持ちもあった。2017年4月1日より、車両運用のなくなった、東波室の研修庫など、車両配置に必要となる、設備、整備士などの人員を活用する形で、校内に、JR 東日本テクノロジー、 青森改造センターが開設され、首都圏の通勤型電車を中心とした改造業務を行っている。森森、森岡支社を意味する、生徒、森岡を意味する、森から構成される。2021年4月1日現在の所属車両は以下の通り。480号系、ジパング森岡体当たりセンター間の入出庫線は当初は伏線であったが、 西側の線路が秋田新幹線用地に転用され現在は単線となっている。駅区境界を杉東センターに入ったところで伏線となる。伏線区間の西側線路が引き上線、東側線路が樹樹線と名称があるが、いずれも運転方向を限定せず出入庫が可能なため臨機応変に使用されている。その後線路は線形に分かれ、西から IGR 運輸管理所への電化単線、機動車を留置する非電化の線路群、電車を留置する電化の線路群、研修庫へと進んでいく。当センター構内のポイント扱いは、大半が、主導扱いであり、同センター社員及び同センターより業務を、受託している JR 盛岡鉄道サービス、盛岡運転営業所の入れ替え担当者がポイントの、転換操作を実施している。 森岡駅0の7番線の線路はすべて、当たりセンターへの出入り区が可能な配線となっており、入り区時は、各番線から渡り線、入出庫線を経て受樹線、または、引き上線へ、出区時は、その逆の順に線路を走行する。受樹線及び引き上線に入線した車両は、走行方向を問わず一旦停止が必須であるが、出庫車は同時に、列車交換を行う場合がある。 このため途中にある境田河原踏切は、IGR 線上下線と、東センター樹樹線、引き上線の合わせて4本の線路を渡る関係上、他の踏切より、遮断時間が長く警報器の鳴る頻度も多い。このため歩行者、自転車は南側にある、地下道を利用するよう案内されている。また、 SL 銀河運行開始に先立ち2014年1月、SL を収容するための研修庫が、共用開始された。所在地は、森岡駅の南西に位置する森岡市森岡駅、西通り2丁目で、森岡ウニークに隣接した土地であるが、研修庫周辺は、当センターの管轄下とされた。転車台も備え付けられており、これは、 旧森岡機関区の線形機関庫で使用され、機関庫が解体された後もその場に放置されていたものを復活させている。ありがとうございます。